白熊先生、聞いてくださいよ。はいはい、どうしたのさ。実は先日、昇進面談があったんです。一つ上の役職になれるかどうかの面談です。お、それで、結果はどうだったの？落とされました。でも、自分の実力不足だったら構わないんです。理由が別にあったんやね。そうなんです。実は、候補が二人いて、もう一人の候補が昇進したんです。でも、その候補と面接官だった役員が、愛人関係だったんです。あら、こりゃまたよくある理不尽な人事じゃないか。そうなんです。私、悔しくて悔しくて辛いんです。実力とは関係がないところで自分の給料が実質的に下げられるのは納得いかんよね。はい、悔しいです。この世の中は理不尽だらけなんよね。努力が報われるとは限らんのよ。頭では分かってるんですけど、いざ自分に降りかかってくると耐え難いです。世の中には不当なやり方で利益を得たり、ほとんど努力せずに大金を手にする人が存在するんよ。どうしてそんなことが許されるんでしょうか。許されてはいないよ。ただバレていないだけか、運が良かっただけよ。おそらく前世で世界を救ったんやろね。私も前世で世界を救っとけばよかった。多分さ、私なんかは比較的理不尽な行為を受けて育ってきたじゃない。そうですね、私だったら生きてなかったと思います。だから私はこう考えたんよ。まず私の前世はきっとイボイノシシやったと思うよ。イボイノシシ？白熊先生、前世はイボイノシシだったんですか？多分ね。しかも人間の村を人食いグマから救って死んだイボイノシシよ。とんでもなくすごいイボイノシシです。だから神様が来世は人間にしてやろうとしたわけだ。それだけの業績は出してますもんね。そう、前世の私は頑張ったのだよ。そして神様は私にこうおっしゃった。身長187センチで人生の後半でお金持ちになれる可能性が高いが、前半がとても辛い人生と、最初からある程度裕福でその後の人生も普通に過ごせるけど、一生お金持ちにはなれず身長も160センチで止まってしまう人生、どっちがいい？選ばせてやろう。かなり厳しい二択ですね。そうなんよ。やから私はイボイノシシとして考えた。前半を耐え忍んで背の高さと多くのお金を手にした方が良いなと、結果この人生です。なるほど、理不尽も実は自分が選んだかもしれないことだと。そういうこと。それに私は人生はプラスマイナスゼロで等価交換だと思ってるんよ。とおっしゃいますと？ラッキーなことがあればそれと同じくらいアンラッキーが起こる。確かに私は日頃すごくドジで痛い思いばかりしてますけど、たまに大きな幸運に巡り合います。日頃のドジやアンラッキーを貯金してるんだよ、先々の大きなラッキーのために。そうか、だから今回の理不尽も将来のより大きなラッキーのための貯金なんですね。その通り、きっと良いことあるよ。それに不倫なんかしている人は今度は自分が不倫される側になるんじゃないかといつも不安になるし、一生2番目で一番にはなれない可能性が高いから、年収がほんのちょっと上がった程度では生産できんよ。なんだかすっきりしてきました。等価交換っていいですね。日頃から悪いことがあったらこれは貯金だって思うようにしたらいいよ。はい、ありがとうございました。ちなみに前世の2択はそれ以外に選択肢はなかったんですか？3つ目の選択肢は肉うどんです。肉うどん、絶対今の選択肢が正しいですね。ということで、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。次回の動画も近日中に配信いたします。それでは次回またお会いしましょう。